僕の名前は上沢浩太。あれ、僕は、お母さん。どうしてこんなことに？確か、今朝は。僕は古いアパートでお母さんと二人暮らしだった。浩太、ちゃんとお弁当持った？持ったよ、母さん。それじゃ、幼稚園でもいい子でね。家はお金持ちじゃないけど、お母さんと一緒に暮らせたら僕は幸せなんだ。僕の将来の夢は、偉い人になってお母さんに楽させてあげることです。コータはいい子ね、きっとなれるわ。その日、お母さんはおじさんの車で迎えに来てくれた。幼稚園はどうだった？とっても楽しかった。そう、僕はとっても幸せだった、この日までは。その時のことはよく覚えてない。確か突然目の前に大きなバスが来て。うわー、コータ。お母さんが僕をきつく抱きしめた。ものすごい衝撃だったけど僕は無事だった。でもお母さん、お母さん。とっさに僕をかばった母は頭からたくさん血を流してた。でもそのせいでお母さんは頭に大怪我をして。お母さん、お母さん。ここまでだよ。目を覚ましてくれなくなった。怪我があまりにもひどく、田舎の病院ではどうしようもなくて、お母さんは都会の大きな病院にも運ばれたんだけど。完全な植物状態だ。手の施しようがない。かわいそうに、まだ32歳だってのに4歳の子供もいるらしいぞ。田舎に戻ってきてもお母さんはずっと目を覚まさなかった。お母さん、どうして寝てるの？目を覚まして、僕がいるよ、ここにいるよ、お話ししよう。お母さんがどうして起きてくれないのか僕は不思議で仕方なかった。僕はお母さんがいつか起きてくれると思ってずっとそばにいてあげたんだ。気の毒に毎日ああしてるぞ。誰か教えてやった方がいいんじゃないのか。彼女はもう回復しないんだ。そんな声が聞こえてた。みんなお母さんを諦めていた。だけど僕だけは諦めなかった。家から数キロ歩いて毎日病院に通った。お母さん、今日は幼稚園でね。話しかけてもお母さんは何も返してくれない。だけどいつか目を覚ますと信じてた。そんな毎日が何年も続いた。母さん、今日は天気がいいね。僕、学校のテスト頑張ったよ。事故当時4歳だった僕は少しずつ成長していった。大人になっても僕は母さんに寄り添い続けた。母さん、僕学校を卒業したよ。就職するんだ。でも毎日ここに来るからね。世界中の全ての人が母さんのことを諦めてしまっても僕だけは諦めなかった。そうして事故が起きてから26年が経った。あの事故の少年がまだ毎日病院に通っているって、政府として何かしてやらないとなるまい。なんと僕たちの話を聞いた裁判所が母の治療費を出してくれることに決まったのだ。政府の援助を受けて母と都会に移った。そこは専門の大病院で最先端の医療を受けることができる。ここでなら母さんを治せるかもしれない。僕は期待に胸を膨らませた。病院では覚醒を促すための様々な専門療法が行われた。しかしもう1年も経つのに何も進展がない。どれだけ手を尽くしても母さんの状態は少しも良くならなかった。名医と言われる先生でさえこう言った。母親を思う気持ちはご立派ですが、彼女が目を覚ます確率はほぼゼロかと。そんな。希望が見えない日々が続いた。そんなある日。ちょっと待ってください。母をそんな風に雑に扱わないでくださいよ。一体何ですか？昏睡状態の世話なんてこんなもんですよ。僕は病室で口論を起こしてしまった。何ですかその言い方は。あなたそれでも看護師ですか？はあ、面倒な人だな。僕も少し気が立っていたのかもしれない。その時、こうだ。え、母さん。今確かに母の声が聞こえたのだ。僕は医者を呼んで母を検査してほしいと頼んだ。しかし何も変わってませんよ。そんな、ちゃんと検査してください。はあ、気のせいでしょう。結局誰も信じてくれなかった。
そんなはずは、本当に気のせいだったのか。でも確かに母の声が聞こえたのだ。何十年経っても忘れもしないあの声が。その3日後、凍った、母さん。僕は誰かが自分を呼ぶ声で目を覚ました。するとそこには、母さん、目を覚ましたのか、母さん。なんとそれは母の声だった。実に27年ぶりに目を覚ましたのだ。27年間この日をどれだけ待ちわびたことか。よかった、母さん。信じてたよ、ずっと信じてた。そうして幾千の夜を越えてやっと母の声が聞けた。最初に口にした言葉が僕の名前だったなんて。それから地元に戻った僕たちは毎日リハビリを続けている。調子はどう？今日はとてもいいわ。日に日に元気になっていく母。僕はこの日を信じて27年間待ったのだ。